マスク TV のお時間でございます。さあ今回登場するのはこちら、じゃーん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 ゴン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 、はい、僕の大好きなビーズの20作目のアルバムダイナソー、こちらをご紹介したいと思います。イナリッシュ、僕はですね今年15周年ですけども、ビーズはなんと30周年、そして20枚目のアルバムというわけでございましてね、全13曲入りのアルバムとなっておりますね。まあですね、ダイナソーっていうね、あのタイトル聞いた時に僕はあのモンスターっていうアルバムぐらいね、ちょっとヘビーなイメージかなと思ったんですけども、まあ確かにヘビーな部分はあるんですけども、比較的今回結構ね全体的に僕はあのライトな感覚を受けました。であの音のね詰まり具合はどっちかというとこうブラザーフットの頃みたいなね、要はそのあんまりガッチガチに音を重ねない、まあ、いわゆるライブ感ですね、ライブでの再現性っていうのも重視したりだとか、お互いのソロの流れを組むような曲っていうのもね何曲あったなっていうイメージでございました。まあ、本人たちも言ってますけども、今回ですね、過去のアンプだとかギターをずらーっと並べながら、ベストマッチで音を作った僕的にはですね、すごくちょっとこれ希望なんじゃねってのあるんですよ。でも本当はあのあれですよ、ただ趣味で語ってるだけですから、あんまりっていうか元々面白くねえかこの番組ね。はい、これ見てここバックグラウンドボーカルね。だから僕ビーズが大好きなので、いつか共演したいとね思って、ずっとこう音楽的技術を磨いてたんですけども、やっぱボーカルですからね、なかなか共演できねえんじゃねえかと、もうそれこそエアロスミスぐらい売れないとねビーズと一緒にやってもらえないんじゃないかという形なんですけども、バックグラウンドボーカル、要はコーラスでねアーティストが参加してるんですよ。っていうことはですよ、まあ、過去にもね大黒摩季さんとか同じ事務所の方が参加するっていうのがありましたけども、そういうのがあるってことはですよ、僕もそういうのチャンスあるってことじゃない、技術を磨けばね。あのミスチルのねライブにこうナオト・インティライムがコーラスで参加して、その後デビューもありましたもんね。もしかしたらね、まあ、いい具合のおっさんですしね、こうも結構磨いてますからね、コーラスでの参加なんてツアーであるんじゃないね。そういう意味では僕にとってはかなり希望的なねアルバムとなっております。ぜひ、まあ、愛知県地方ですね、愛知県では、30日31日と名古屋でもなりますけども、全国でね、大きなツアーもあります。効果もいろいろあると思いますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでございまして、今回はただの趣味で喋ってくるだけでございます。ビーズの20枚目のアルバムダイナソーをご紹介しました。イナリーシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。はい、ということでございまして、もうビーズ大好きですからね。じゃじゃーん、高そう。音楽で一生食ってくというためにですね、買った機材でございます。もうこれ単なる自慢ですね。超綺麗。イナリッシュ。